YouTuber になったら、 YouTuber になったら。今日のテーマはこちらです。どうも、一緒です。さあ、今日はですね、とてもとても嬉しいご報告です。なんとですね、前回挙げた廃棄結合の動画ありますよね。実はあの動画100本目だったんですよ。今まで去年の8月1日から始めてずっとやって、やっと100本目だったんです。だから冒頭では何が言いたかったっていうと、 YouTuber になったら、 YouTuber になったら動画を100本作れるかな、100本を作りたいなっていう感じで歌いたかったんですよね。はい。この100本っていうのはなんかこう長いようですごく短かったような気もしますけど、もう100本撮れるようになれたのも、もう一重にも見てくれる人の本当におかげですね。もう本当に心からありがとうを言いたいですね。思ってないでしょと思われるかもしれないですけど、そんなことはなくて、高評価いただいたりコメントいただけることがもう何よりも嬉しいんですよね。いや本当にそうです。それがないと正直100本は続けてこれなかったと思いますね。はい。1年間で100本なので、だいたい日課で1本ぐらいのスケジュールですよね。ちょうど今毎週科目で上げてますけど、まあ、それが多分年ならしてもそれぐらいになったのかなっていう印象ですね。いや本当に100本いきました。ありがとうございます。はい。で、まあテンション高くちょっとお送りしましたけれども、いや本当にもう感謝の気持ちでいっぱいですね。ただそのことにこう慢心することなく、これからももっといい動画を作っていこうと思いますね。で、100本作るとなんとなくこう自分の方向性っていうのが決まったように思いますので、次回のですね YouTube 企画会議では、この決まった方向性を発表するとともにですね、まあせっかく100本行ったので、でちょうど500人登録ももう目前なので、その感謝の意を込めてこう企画していることがあるので、それは YouTube 企画会議、次回の YouTube 企画会議、来週の木曜日の YouTube 企画会議お伝えするので、ぜひ楽しみにしておいてもらえたらと思いますね。もう本当に見てくださってる人々に感謝ですね。いや嬉しいです。100本無事行きました。本当にありがとうございます。さて、本日の人の意見いかがだったでしょうか。本日は100本撮りましたっていう、まあ本当に内容がない動画ですけど、まあ感謝を伝えるっていうとても素晴らしい動画になったと思います。はい。で、100本行ったんですけれども、今後200本300本と行く中で、新しいこう自分の一つの方向性が自分の中ではつかめてきたので、またそちらは先ほども言いましたけれども YouTube 企画会議、来週の木曜日の YouTube 企画会議でお伝えするので、ぜひですねその動画も合わせて楽しみにしていていただけたらと思います。え、何を言うの、石戸何を言うの、どうするの、どういう方向性なのと気になったあなた、ぜひですねこの機会にチャンネル登録をまだしてない方はぜひよろしくお願いいたしますね。まあ100本頑張ったじゃないの、いいよいいと思うよと思った方はですね、ぜひ高評価も押していただけたら大変嬉しく思いますので、ぜひですねよろしくお願いいたします。またですね、僕は Twitter や Instagram もやってますので、そちらの方もよければ合わせてフォローをぜひよろしくお願いします。やっと100本いきましたけれども、今度はですね200本300本とどんどん上げれるようになっていきたいと思います。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。本当にありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。チャンネル登録はこちら。